なあなあ、霊夢って苦手な飲み物あるか？え？苦手な飲み物？割と何でも飲めると思うわ。マリサは何か苦手な飲み物はあるの？トマトジュースだぜ。ああ、確かに苦手っていう人多いわよね。でもトマトジュースって美容や健康の効果が高いと言われているのよ。え？そうなのか？もしかしてトマトジュースって有能な飲み物だったのか？ちょっと詳しく教えてくれ。しょうがないわね。それじゃあ、今回は毎日コップ一杯のトマトジュースを飲んだ結果がヤバすぎるを紹介するわね。よろしく頼むぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。このチャンネルでは食べ物に関しての雑学を紹介しています。皆さんの知ってよかった、役に立つと思える動画を投稿していきたいと思いますので、もしよろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。まずはトマトに含まれている成分について解説していくわね。マリサはトマトが、とっても栄養豊富ってことは知ってるかしら？え？まあ、確かに栄養はありそうだけど、でもそんなに入ってるってほどではないだろ？あら、それはトマトを甘く見ているわね。トマトは低カロリーで様々な栄養成分が豊富な健康野菜と言われているのよ。知らなかったぜ。そんなに有能な野菜だったんだな。そんなトマトをジュースにしたんだもの。必然的に栄養満点っていうのがわかるわよね。確かにそうだな。それでトマトにはどんな栄養素が入っているんだ？まずはビタミン C ね。実はトマト自体がビタミン類がバランスよく含まれている食べ物と言われているのよ。ってことはトマトを食べるだけでビタミンがいい感じで摂取できるのか。それは簡単でいいな。しかも抗酸化作用が高いビタミン C やビタミン E がたくさん含まれているの。実はこの2つを一緒に摂取することで、抗酸化作用をさらに高めることができると言われているわ。へえ、セットでお得なんだな。スーパーのまとめ買いみたいに言わないの。次はミネラルね。トマトには、カリウム、カルシウム、マグネシウム、鉄、といった、ミネラルが豊富に含まれているわ。え？カルシウム？鉄？意外な名前が出てきてびっくりだぜ。ミネラルは人間にとって必要不可欠な栄養素だから、ビタミンと一緒に摂取できるのはトマトの魅力よね。次にリコピンね。リコピン聞いたことあるぜ。おでこを指で弾くやつだよな。それはデコピンね。リコピンはトマトの鮮やかな色の元になっているのよ。へえ、リコピンのおかげで赤いのか。そういうことね。リコピンには強い抗酸化作用があって、活性酸素を消去する働きがあると言われているのよ。あれ？確かビタミンの話でも抗酸化作用があるって言ってたよな。トマトを食べるだけで、ビタミンとリコピンのおかげで脱酸化体質を防ぐ効果があるんだな。そうなるわね。次はギャバよ。ギャバって聞いたことあるぜ。ギャバの入ったチョコレートとか売ってるよな。そうね、最近人気のある商品よね。それがトマトにも入っているのか？野菜の中でギャバを含むものは結構あるんだけど、実は中でもトマトにはたくさんのギャバが含まれているのよ。ギャバが含まれているなんてトマトってすごいやつだったんだな。最後に13オキソーディエー。え？バグった？バグってないわよ、これも栄養素の名前よ。そうなのか？ 13オキソーディエー。初めて聞いたぜ。2012年に京都大学の研究チームによって発見された成分なのよ。日本の大学が見つけたんだな。一体どんな働きをするんだ？脂肪肝や高中性脂肪血症など脂質代謝異常の改善に有効な成分と言われているわね。つまり動脈硬化に効果的ってわけね。病気にも効果的なんてすごいぜ。でもそれだけじゃないのよ。え？どういうことだ？実は京都大学の研究でマウスを13オキソーディエーを含む、高脂肪食の餌を食べるグループと、高脂肪食の餌だけを食べるグループに分けて、4週間飼育したのよ。それでどうなったんだ？13オキソーディエーを含む高脂肪食を食べたグループの方が肝臓内の中性脂肪量が、増えなかったのよ。このことから肝臓の機能が高まって血糖値が下がり痩せやすい体作りに。なるほど、つまりトマトジュースを飲み続ければ、ダイエットでに理想的な体作りをできるのか。これはすごすぎだぜ。そうね、トマトにはたくさんの栄養素がたっぷり入っていて健康になるためには、欠かせない野菜ってわけね。でもちょっと思ったんだけどいいか？何かしら？それなら別にトマトでよくない？つまりジュースにしなくてもいいじゃんってことかしら？そうそう、私トマトジュース苦手だし、わざわざジュースを飲まなくても、栄養ちゃんと取れちゃうよな。まあ確かにトマトを生のまま食べるのもいいと思うわ。でもねマリサ、甘いわね。2回目の甘いわねが出たぜ。どういうことなんだ？まずはリコピンについてね。実はトマトジュースのメーカー、
カゴメが、生トマトと加工した場合のリコピンの量について、加工品の方が 3.8 倍もリコピン量が多いということがわかったのよ。え？加工した方がリコピンが増えるってことか？そういうことね。それにビタミン C は加熱調理には弱いけど、ビタミン E は加熱にも強かったり、GABA や重酸オキソー DA も熱に強い成分だと、いうことがわかっているわ。なるほど。それにトマト1個食べるより、ジュースでまとめた方が多く取り入れられるわよね。それならトマトジュースを飲んだ方が効率的に成分を摂取できるわね。言われてみれば確かにそうだな。しかも毎日たくさんの生のトマトは食べきれないぜ。なるほど。トマトジュースが良いと言われる理由がわかったぜ。じゃあ次は、マトジュースを飲み続けて起きた体の異変について、全部で7つ紹介していくわね。7つ？そんなにあるのか？ぜひよろしく頼むぜ。まずはむくみが改善していたということね。トマトジュースでむくみが改善するのか？それは何か理由があるのか？これはトマトジュースに含まれるカリウムのおかげね。カリウムか、ミネラルに含まれているんだっけ？そうね、実はカリウムはむくみの原因である塩分を体外に排出する手助けをしてくれると言われているのよ。カリウムのおかげでむくみ解消か。よし、私もよくむくんじゃうし、カリウムを補うためにトマトジュースを飲むことにするぜ。あ、でも待って、トマトジュースの中には味を調整するため塩分が入っているのもあるため、むくみが気になる人は塩分無添加のトマトジュースを選ぶといいわよ。そうだったのか、なるほど了解したぜ。二つ目は美肌や美白になったということね。これは女性にとって嬉しい効果だな。トマトに含まれるリコピンには強い抗酸化作用が期待できると言われているの。カゴメのデータではビタミン E とリコピンが一緒になることで、メラニンの生成を抑えたり、紫外線の影響でコラーゲンが減ってしまうことを防止したり、日焼け抑制、シワを減らす効果が期待できることが分かったみたいね。トマトジュース最高じゃないか。まさしく美しくなりたい人の味方だな。私も美しくなりたいぜ。三つ目はダイエットね。もしかしてさっき言ってた重酸オキソー DA の効果か？大正解。重酸オキソー DA の脂肪燃焼効果と、夜間に活性化する成長ホルモンに、リコピンの働きが加わることで代謝アップが促進されることも分かっているのよ。すごすぎだぜ。もちろんトマトジュースを飲むだけで痩せるというものではないわ。ダイエットのお供としての飲み物というのを忘れないでね。確かにそうだよな、わかったぜ。四つ目は便秘解消ね。便秘にも効果があるんだな。トマトには水溶性食物繊維であるペクチンが豊富に含まれているの。このペクチンには毒素を排出させるデトックス効果が期待できると言われているのよ。だから便秘にも効果があるんだな。便秘解消でダイエットにもつながりそうだぜ。五つ目は二日酔いの緩和ね。え？トマトジュースで二日酔いが良くなるのか？確かにトマトジュースの入ったお酒は飲んでも酔わないって聞いたことあるぜ。それはどうかは知らないけど、でもトマトジュースが血中アルコール濃度を下げたり、アルコールを分解する酵素の働きを助けてくれるみたいね。トマトジュースとお酒って良い組み合わせだったんだな。トマトジュースってだけで毛嫌いしてたけど、私もトマトジュースのカクテル試してみたくなっちゃったぜ。6つ目は血圧の改善ね。これはゲバのおかげか？そうね、抗酸化物質であるビタミン E やリコピンが豊富に含まれていて、さらにナトリウムを排出する効果が期待できるカリウムも含んでいて、まさにトリプルパワーで血圧改善をしている感じよね。すごい3要素だぜ。最後に7つ目はアレルギー症状の緩和ね。え？トマトジュースとアレルギー？何の関係があるんだ？これは正直トマトジュースを飲んだからアレルギー症状が良くなったという研究データは存在しないの。え？じゃあどうして花粉症が良くなったっていう人がいるんだ？もちろん憶測だけど、腸内環境が整うことで免疫力アップにつながり、その結果アレルギー症状が緩和される効果が出たのでは？と言われているみたいね。なるほどな、トマトジュースとアレルギー緩和、もしつながりがあったら、すごい効果だぜ。ここまでトマトジュースの解説をしてきたけど、どうだったかしら？すごい効果がたくさんあって嫌いって言っている場合じゃないことがわかったでしょ？ああ、わかったぜ。これからトマトジュースを飲みまくってやる。そうね、確かにこれだけの効果が期待できるんだもの、飲まなきゃ損よね。皆さんもトマトジュースについて知っていることがあったら、コメント欄で教えてほしいぜ。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。